山陰地方、明日から平野部でも大雪となる恐れがあります。明日は夕方から山沿いで雪、さらに日付が変わる頃になると平野部でも雪となり、日曜日には広いエリアで大雪となる見込みです。警報級の大雪となる恐れもあり、気象台が注意を呼びかけています。今回の大雪への警戒、専門家が指摘するあるキーワードがあります。それが JPCZ の雪雲が流れ込みまして、10年に一度の大雪になるのではないかと。JPCZ とは大雪を降らせる線状の積乱雲の雪雲です。白頭山という山があります。この高い山をですね、シベリアからの冷たい空気が左右に分かれて分配するわけですね。で、これがちょうどこう回り込んで日本海でぶち当たる、突き当たると、そこで積乱雲作るわけですね。これが今回ですね、島根県の東部やですね、鳥取県にかかってくるのではないか。JPCZ は過去にも山陰に局地的に強い雪をもたらしています。2010年大晦日からの年越し豪雪、米子市では元日に観測史上最高の積雪89センチを記録し、国道9号では1000台もの車が立ち往生しました。また2018年2月には松江市で49センチの積雪を記録しました。JPCZ への警戒は気象台も予想が出ています。特に鳥取県で強い表現が出ていますが、これがいわゆる JPCZ と呼ばれる収束帯による降水、大雪の降りやすい場所ということになります。26日は今の予想ですと島根県東部から次第に東進して鳥取県の上空を東進していくといったような予想となっていますので、これがかかる時間帯が一番のピークだろうというふうに考えています。今後の山陰地方、明日日中から雨が雪に変わり始め、24時間の予想降雪量は明日午後6時までのいずれも多いところで山沿い10センチ、平野部で3センチ、そしてさらに日曜午後6時までは山沿いで70センチ、平野部でも40センチという大雪が予想されています。鳥取の東部まで言いますと、月曜日の1日ぐらいはまだですね、大雪にですね、警戒をしていただくというちょっと長期間の勝負になります。運転はもう26日の夕方ぐらいからは控えていただきたい。立ち往生になった場合は何が必須かというと、例えば防寒着であるとか、携帯用の回路であるとか、しばらく必要な飲料水であるとか、軽い軽食、エンジンかけたままにしておきますと、車の中に入ってきて一酸化炭素中毒になりますので、必ずこう車の周りをかいていただくということがあります。そのためにも小さなスコップというのは準備が必要ですね。鳥取県も午後連絡会議を開くなど雪への警戒を強めています。気象台によると26日日曜の未明からは警報級の大雪となる恐れがあり、不要不急の外出や車の運転を控えること、水道管の凍結や農業用ハウスの倒壊への注意を県民に呼びかけています。ぜひご注意をいただきまして、外出だとかお車の利用、またビニールハウスの手入れなどしっかりと備えていただきたいと思います。道路の除雪は499台の除雪車を配備し、5センチから10センチの積雪を目安に早めに出動することにしています。